皆さんこんばんこばは健一郎ですさて今夜お迎えしたお客様は先週に引き続きシンンガーーソングライタの川口京さんです先週はねカバーアルバムシリーズ「君を好きだったあの頃の第3弾「昭和40年男たちのメロディー」について熱いお話を伺いましたけれども今週はね先週ちょっとその片りが垣間見えた。 川口さんの非常に魅力的な素顔に迫りたいと思っていますもちろん代表作桜に込めた思いもお伺いしていきたいと思っていますこんばんはさくらソングの定番桜。これね今回2003年の大ヒットから10周年でニューリマスターであのワーナーから出てるんですけどさくらやっぱり素晴らしいですねありがとうございます川口さんのこの切ない 歌声がまた好きですねあのシンガーソングライターの方って基本的に自分の声に合わせて曲作るんですかあのー、意識してないところでもうそういうふうに音をなんか感じて作ってるんだと思いまますね、まあ意識して作られてる方はもちろんなるほど,ど、ね、これやっぱりでも大ヒットしてやっぱり世界変わったんじゃないですかあのー、いろんな方と出会うきっかけをもらいましたね楽曲。 なんか自分にとってのある種、大名詞になったわけで名詞代わりみたいなあって桜を歌ってる川口京子さんねって,いうっていうところでなんか皆さんとこう話しやすくなったりとかっていうのが一番なんか大きかったですけど、ね、これねあのシンガーソングライターにとって代表曲ってどんな感じなんですかつまりいろんな曲作ってて、はい、どれも自分にとって思い出があると。ででも世間で あーって分かってもらえる曲があるって、これどんな感じなんですか。あの複雑な多いですよね。やっぱりもちろんその曲に対して。<ー>あとその曲を愛してくれている人に対しての感謝の気持ちもありますし。でもアーティストってやっぱりその過去をある種否定することで。新しい,い,い作品を作ってるので。はい、そことのやっぱり葛藤みたいな、もうずっとありますね。もう十年間。やっぱり今の。 自分の作品を聞いてもらいたいって思いつつでもみんなが知ってるのは桜であったりっていうそこのまあジレンマの中でどういうふうにその表現していくか発信していくかっていうのにつきますねこの10年間は,は。そこの葛藤の中からね新しいものが生まれてくるのかもしれませんねん常に前に前に。行かないと何かあれですけどねまあそのものを作るって多分そういうことですよね。 かかっっこよかったですね今のの自分の否定も、まあ、完全否定するのもまたそれ違うと思うんですけどそれをねやっぱ好きでいてくれる方がいらっしゃるから今自分がいる入れるわけでというなんか感動が常にありますあそんな、ね、いろいろ挑戦されてる中で「地球兄弟プロジェクト」というこれはあの音楽を通して平和を考えようっていうプロジェクトなんですか、はい 震災があった時とかに、まあ、本当に少額なんですけど、寄付金みたいなものを。出させてもらったりとか、四川の地震の時はチャリティーコンサートを全国で何箇所かやらせてもら。って、はい、それで、その寄付金を集めて、送らせてもらったりとか、そんな活動具体的にはしてます。この地球兄弟っていう響きがいいですね。曲があるんですよ、僕の作った。はい、はい、はい、はい。一番最初にその作ったきっかけは。 二千六年かあのフィリピンのスモーキーマウンテンっていうあ<ー>ご存知ですか？<の>ますりますあのゴミから自然発火してでもそこに子供たちがあのいろいろ生活するために物を拾ったりとかするとこですよね。はい、あそこに行ってモンスーンカルチャーショック受けてんなんか日本で 取りたざたされてる貧困とか格差ともまるっきり次元が違う世界じゃないですか。でなんでこういうことが起こるんだって自動労働とか日本ありえないじゃないですか日本だったら、えー。もうでも向こうはねそうしないとやっぱり生きていけないっていう。っていうことですよね。えー、でそういうものの仕組みみたいなのを自分なりにこう見ていくとあのー、なんかその じゃあ平和ってどう,どうやったら訪れるんだとかそういう方向にだんだん行ってでそんなこテーマをもとに曲を「地球兄弟」という曲を書きましてでライブで歌ってたんですけど一人で歌ってると伝えられる人数にり限りがあるのでこの曲のテーマに共感してくれたアーティストにもなんか歌ってもらえたならばもっとこう伝えられる人数が増えるかなと思って。 えっと、地球兄弟プロジェクトっていう名前をつけてで、いろんなアーティストと一緒に最近あの活動しております。あの、なんで音楽って、そういう、あれですかね、人を動かしたり、物事変える力があるんですかね。なん、なんでなんですかね。ね理屈より届きますよね。あの、やっぱりなんか楽しかったり、気持ちよかったりすると、うん、覚え。 るじゃないですか人間ってそこじゃないですかあの子供の英会話教室とかって歌で英語を覚えさせたりするじゃんああやりますね、はい、その中になんか必要なセンテンスが入っていてみたいな、はい、そういうのと結構似てるんじゃないかな人間ってやっぱり動物だから、えー、そういうのに弱いですよね弱いっていうかそうかだから決まじめに考えてこういうことしなくちゃいけないからって義務感でやるというよりは <laughs> うんやっぱり楽しいことだったりう,音楽うん そういう音楽なんか美しいものだったりにいいんじゃないですかねうん。やっぱりそういう思いがあるんですよねみんなね例えばそのスモーキーマウンテンのことだってにひょっとしたらニュースで見てたかもしれないんだけどどうしたらいいかわかんないっていう人が多いと思うんですよね、はい、あとやっぱり一人一人の思いがあってもそれをなんか一緒にできないっていうか、はい、集められないってところだと思うんで、はいはい、確かにそういう意味と楽曲ってのは そういうい力あるのかななんか一人一人のバラバラな思いをうんいって束ねてははい、はいなんか確認し合うっていうかうううううん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 、うん歌聴いて怒る人ってそんなにいないと思うので、ね、それは僕なんか音楽やってる <laughs> すごい自分で音楽仕事してて確かにいいなーっていい仕事をやらせてもらってるって、ね、ミュージシャンっていいな,なあのー、<laughs> 僕あのー、先日ロングビーチでね「テッド」っていう会議があって行ってて、はい、なんか何のアポもなしにボノが出てきたんですよ。はあで ボノが言うことでなんか違うんですよその政治家が言ったりとかそうなんですか音楽家が言うと違うんですよなんそれでかって言うとやっぱり音楽家って川口さんもそうですけども理屈じゃなくて人の心に届ける力を持ってるからじゃないかなと思っていいですね音楽家ねボノやっぱりあのサングラスかけてましたかかかかけけけてててましたねねねななんんんんですか、ね、僕もででですす僕も うそういうのあるんですか、川口さんファッションのこだわりみたいなのファッションのこだわり全然ないんですけど、あの夜なのにサングラスかけてる人非常に気になるんですよ。<laughs> だから <laughs> ボノのサングラスものすごく気になってて。あ、なんなのかと。うん、外すときなんだみたいな。そういう人は田森さんだってね。なんなんですかね。タモリさんね。だから逆にサングラスをかけてメディアに出るてる方って外すと変装になるから、あ<ー>そういうことなんですよ。よ なるほど。普段の生活を送りやすくするためにボノアのままサングラスかけてる。カウイさんなんかあの <laughs> ちょっと俺感じるんですけどお茶目な方ですよね。いやありがとうございます。言葉の端々になんかそういうもの意外な趣味とかあるんですか。意外な趣味ですか。意外な趣味って難しいな。僕あのバイク乗ったりするのが好きなんで。で去年なんか一人で四国一周回ったんですよ。 四国一周って意外と。四キロぐらい。山道とかって大変な感じが。そうですね。まあ、あのお辺路さんみたいな感じで。はい、まあ、舗装路行くんで、で、えー、バイクなんで、大したことないんですけど。えー、そんなのが、えーえーお。お辺路されたんですか。いやいやいや。も <laughs> う、まあ、お辺路さん、四国って、ね、お辺路さんの道じゃないですか。えー、で、それ歩きで行くの大変だし、なんかバイクでいいやと思って、バイクで行ってみたんですけど。<laughs> えー、何か面白い発見とか出会いとかありましたか。あのー。 当初計画としては全部テントを積んでいってバイクにテント泊しようと思ってたんですけどもう四国の夏ってとんでもなく暑くて1泊目しまなみ海道の橋のたもとでキャンプしたんですけども夜暑くて寝れなくてでしかもあの波打ち際だったんですよねで夜中その波の音が人の音に声に聞こえたりとかして。 なんかものすごい怖かったんですよ。<ー>一睡もできなくて、はい、で次の日から全部ホテル泊です <laughs> <laughs> いやでも今僕その波の音がね人の声に聞こえたっていうその感性がやっぱアーティストだなと思ったな。いやもぎさんあの止まってみたら分かるよけどに聞こえるんですよ人のなんかささやき声に。 しかも一人じゃないわけ二人で喋ってる声に、ね、聞こえてきて、えー、うわこれなんか襲われるんじゃないかみたいなあでもその経験がひょっとしたら今後の表現に繋がるかも <laughs> 聞いてください襲われるんじゃないか <laughs> <laughs> いや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 え他になんかそういう変なことやってらっしゃらないんですか変なことですか <laughs> 変なこと…そうですねタクシーとかたまに乗った時とかはい、はいはい 居酒屋さんに一人で入った時とか、はい、まあ地方の居酒屋さんの、ええ、何されてるんですかってたまに聞かれるわけですよ。ええええ、僕みたいなやつ変な時間帯にこう,うろうろしてるんで不審に思うんでしょうね皆さん。その時に何て返すかっていうのを<あ>の研究されてて研究っていうか,なんかた楽しい返しをできるようにしようっていうのはななんか密かな、ええ、今までやった返しはどんな返しをいやなんか美容 美容師なんですっっって言たことがあ僕美容師によく見られるんですよ。で居酒屋さんでカウンターで隣マネージャーが座ってたんですけど左の右に地元の方が飲んでらっしゃって和歌山かどっかだったんですけど和歌山の居酒屋で「どっから来られたんですか?」みたいな「いや東京です」みたいな「いやこれちょっと嫌な予感するな」と思って「何してるんですか?」って仕事は「いや美容師で」っつって。 えどやばいわいで追い詰められちゃって「いやいやいやあの美容師って言っても美容師を教える美容師なんですよ」みたいななんかんないこと言って教会の,なんかあの講習みたいのが、うん、あのこの街であってきたんですけどみたいなもう僕背中に汗かいて <laughs> 早く飲んで帰りたいっていうか口の中も乾いちゃってそういうなんか <laughs> 意外といたずら好きですね。<laughs> あのー 音楽やってますとか言うとまたそれで面倒くさい方向に行くじゃないですかかか、えー、どんな曲作られてるんですかとか知ってたりしてあーとか言ってねそうで死んなかったりしてまた自分も凹むのもやだし<ー>だからなんかそっち方向で行くと面白いことってあんまないんだなっていうのが今まで思って、うん、それよりなんか違うのでこう行った方がなんかいいかなみたいな感じなんですよねか口さん面白いですねあんまりこれ自慢できるような話ない,、ね、いや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  そんなことだよ。やっぱりでもそういうね。なんか出会いとかそういうことの中でどう振る舞うかって意外とその人の音声出る気がするから、うん、やっぱりなんかすごいユーモアのセンスとか感じます。あのー、今後の夢みたいなのってありますか？今年はアーティストとしていろんなところでライブやりたいんですよね。これはい、はい、まあ当たり前のことなんですけど、ええ、アーティストとしては？ 今までライブをやってこなかったような環境でいろいろライブをやりたいなと思って今いや本当にわかんないですけど例えばどっかの地方の居酒屋さんなのかもしれないしお寺かもしれないし音楽届けたいしまあそのし。 聞きたいなっていう思ってる方もきっとたくさんどこかにいるんだけど意外と接点がコンサートホールだったりとか会場って限られてるんですよねでもそこに来る方もまたやっぱり限られててそうじゃないところのお客さんに対してどういう風にしたらライブ自分の音楽を届けられるかなっていうそういうのに挑戦したい楽しみアウトリーチってやつだよねこっちから行くんだっていうそれをねやりたいんですよねぜひぜひぜひもでその会場に行くと 終わった後にこの昭和40年男たちのメロディーというのこのカバーアルバムだとか、はい、今回リマスターした桜くら、はい、どちらかもワーナーですけど、はい、これにサインしてもらったりできるかもしれないというそうですねもちろんあのさせていただきたいと思いますいやでも僕川口さんますますファンになっちゃいましたもうありがとうございますこんなユーモアのある面白い方といや, <laughs> いや,いやそんなとんでもないじゃあ俺その橋のたもとで今度野宿しています そんな怖いですかすっごい怖いですよ僕あの本当にに睡眠できなかったですからねえそんな怖いんだすっごい怖いですよ誰もいないキャンプ場ですよに一人だけああ<ー>でシャワーもなくて<ー>水道で水浴びしてたらアブに襲われて<ー>真っ裸で公園逃げ回るみたいなぜひ今年の夏はね蜷川淳二さんと一緒に <laughs> そういう怖い話を怖い話特集のいやあの本当どうもありがとうございましたありがとうございました